こんにちは、こんばんは、ホビードワーです。バットマン、アーカムナイト、ブレイス再開していきたいと思います。ってことで、早速、サイモン・スタックの指紋を再度調査しろとのこと、序盤で噛んでるよ。指紋を手に入れた。あと3箇所スキャンしなければ。終わった。終わった、あと3箇所か、つらいな。指紋はスキャン済みだ。他のものを探そう。了解した。他にどっかスキャンできるところないのか、バツ。何も見えへんで、バツ。ここら辺とか、いけるんじゃないのかい。いけそうな気がするんだけどな、バツ。あ、やはり、こっちからか。先ほど見つけたところだよね。スタックの中指の指紋を再現できたぞ。あと2箇所スキャンしなければ。任せてくれ、バツ。親指だな、これは。スタックの親指の指紋を再現した。あと1箇所だ。全部一気に取れるんじゃないこれ、バッツ。別にこんなことしなくても、ゲーム的にあれだけど、ゲーム的にあれだけど、全部揃った。これでスタックのコンピューターシステムにアクセスできる。了解した。行こうか。ここだな。おう、ジョーカー。スタッグの指紋を再現してコンピューターにアクセスしようって考えてる。そうなんだよ。君は本当に天才だ。そうだ、それが終わったら出会い系にあるやつのプロフィールもハッキングしようぜ。それでいけんの、バツ。マジか。向こうの飛行船の砲塔は遠隔操作できないが、こっちの船のなら制御できる。撃つのね。バツ、でもそんなことしなくてもバットウィングでなんとかなるんじゃね。これで武器は封じた。次はスキャクローだ。オッケー。2機目の飛行船までスキャクローを追えということで行ってみましょうか。あれどこから行くんだっけか。ここら辺から、ここら辺から行けない。無理、ちょっと無理だよね。だと思った、だと思ったよ。ドアを開ける。ここら辺からショートカットできなかったか。やはり行けるか。大丈夫なのか。人は大量に死んでるぞ、バッツ。アルフィーどもの身元の件ですが、何か分かったか。いいえ、アーカムシティの元囚人の中にアーカムナイトのプロファイルと一致するものはおりません。絶対ロビンだって。範囲を広げる。アサイラムから脱走した受刑者たちの中で軍隊経験のあるものを調べてくれ。ファイルをダウンロードしています。絶対ロビーの一人だって、バツ。間違いねえよ。ハッキングを開始する。死亡、死失か。認証完了、セキュリティ解除。開け。こっちでいいな。お腹俺こっち行ってるけど、なんか始まったぞ。一体俺に何をした。助けたんだよバカ。お前に触れば1000ボルトを食らうぞ。ほう、敵のコンバットスーツは一時的に帯電可能だ。その間は奴らを殴れない。あ、ちょっとハードになってきたな。ちょっとハードになってきたけど、でどうすんだい、バツ。できないのちょっと困るな、それ。だがそんなの関係ない。食らわんよそんなもの。あえて避けるよ。おっと、やばい。おっと、おっと、これでも、あっとっとっと、失敗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 。で、ああ、クイックファイアバットクロー、これでなんとかしろってことか。はよっとだね。これ絶対俺次はこいつらと会った時覚えてないよ。俺知ってるんだこのパターン。はよっと。エンドか、まだいるのか。終わった。お邪魔して申し訳ございません。あ、大丈夫ですよ。アルフィー、アルフィーで元いる手術。おお、 EMP と他に何があるの。 EMP しかない感じ。 CPU ウイルスか EMP。アフレート情報、シビウス。これを示しますよ。今夜のお相手のために書き出したんです。うん、このドローンウイル
は軍の戦車の兵器システム。ああ、味方攻撃させる。EMP は ?EMP ブラストは近くの車両とミサイルを無効化します。EMP で。素晴らしい選択です。間合いを取るのに短距離 EMP ブラストは最適ですからな。バットモビルには影響はありませんし。それよかった。頼むぜ、ルーシャス。でも本当に間が悪かったな、ルーシャス。条件があるのだろうか。これ最終的に全部取れる感じ？待って、どうしようかな。なんか触れた方がいいのか、これ。またコンソールがあるね。ハッキングナウ。なんなんなー、核？核？拡散。なんだ、夢瞬ゲームが固まったぞ。拡散でやばい感じ。なんか拡散するのやばい感じ。あそこに突っすればいいんだな。任せてくれー。いや、あれちょっと上行ったね。罰ゲーム的に行かないとだもんね。忍者いる、忍者いる、忍者の。いや、ちょ忍者避けにくいんだよこいつら。今思いっきりちょっとね、一発間違えたけど。おっと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 。ああ、自動か。なんか一瞬青くなりまくってるけど、使えってことかこれ。要は、はよっと。あ、外した、今の痛い。はよっと。そういえば空中でね、空中で視点を変えて空中での移動速度をアップするということができるという情報をコメント欄でいただきました。ありがとうございます。ぜひね、後々試してみたいと思います。でこれなんだこれ、お前らここで何の実験やってたんだ。骨格なのこれ。なんかやばい感じのサムシングやってたよね。ドアを開ける。物理ダメか。特定の人物の音声か。ダメだよな。身元死亡。特定の人物の声でセキュリティがかかっている。その特定の人物を見つけないと開かないってことか。しょうがねえな、こりゃ。あの壁を破壊するには、直接爆発物を仕掛ける必要がある。今やったんだけどな、バツ。ダメだった、やっぱり。こんな感じじゃないとダメか。さすがにクイックだとダメか。このバットマークのやつじゃないとな。バカだー。あ、ごめん、ちょっと失敗した。よし、 OK。 翔くん、お知らせだ。かつての友人ミスタースタックがクラウドバーストの充電および作戦の準備を放棄した。当任務は我々の手で行う。エネルギー電池を運んで装置を充電するために生物工学に詳しいものが必要だ。俺を失望させるなよ。なんてこったい。スキャクロー、声が渋いよな、相変わらず。飛行船の安定領域。飛行船は傾けるっと。あれでも傾けて何をやろうとしてんだろう。待って、個人的に今のところね、傾ける意味があんまりないんだけど。俺どこに向かおうとしてんのこれ。待てよ、待て待て。ここを通り抜けようとしてんだろ俺。傾ける理由が何なんだ。ここか、この、あ、これか。全く気づかなかったけど、これなのか。それだな。こっち、こうだ。よっしゃ、割れた。こういうことだな。だったっぽい。とりあえずこちら側行ける。トロフィーの位置をスキャンイン。現在入手不可能なトロフィー、リドラートロフィーは後々なんだ。トロフィーはマップに追加して後から入手できるぞと。了解した。マップに追加されるリドラートロフィーの場所。了解了解。
これあれイベント的に今無理なのかってことだよね。あとなんか道具とかあるか、あるとあれ取れるんだろうね。なぜかめちゃ噛んでる私今日。ドアを開け、ダメだよな。だと思ったよ。ちくしょうめ。このガス大丈夫？なんか危ない感じじゃないの？大丈夫っぽいね。よいしょっと、バットマー変えて起爆だ。近くで起爆しても全然大丈夫なバツ。さすがだ。あー、リドラン謎か、謎か。難しいのだったら俺全力で帰るかな。飛行船のコンテナ。アンテナを安定させるハッキング装置で、そうそうそう、はいはいはい。あ、違う、爆破ジェルじゃないんだ。どこだ。おー、待て。遠隔操作、遠隔操作、リモートリー、これじゃない、これじゃない、これだ。で、電磁オフにして。ちょっと待って、オフにするのは全くいいんだけど、最終的にこれどうすればいいの？なになに？ああ、中央が開かないとダメってこと？これをアウトにしてこっち傾けるだけじゃないの。すげえ今バグったけど、これ関係ないよね。多分何か他のものを落とせってこと。仕掛けの意味がよくわからんな。ヒント的なものがそこにあるけどね。右左右左14341何とかかんとかって数字書いてるけど、あれヒントじゃないよね。どっかの扉が開いたりするのか、ちゃんとした順番で入れると。んー、まあようわか、ああ、ここ入れるのか。なるほどなるほど。ああ、それでバツが通れるようになるってことか。うんうんうん、待てよ、これで通れるカッコ仮だろう多分。そうだね、通れるカッコ仮だ。でこれで、ちょっと失礼。ここから降りると真下があれなんだよね。降りられるのはここからしかない。 OK、 あとは先ほど登ってきたところならば、一旦向こう側に傾けてもらってと。こうだよね。でこれを、これをハッキングで、ハッキングで起動。 OK、 これもハッキングで起動。これを起動解除、傾けて右側へ行かせる、右側に行かせる。こちらまで来たらこれも起動で元に戻します。でおそらくここから下へ降りられるんじゃねえのってことで、どうだろう、合ってたかな。あ、リドラトロフィーのところにはでも行けないか。リドラトロフィーはどこなんだろう。待ってね、もう一箇所行けるところがあるな。リドラトロフィーはこの真下から行くわけではないのか。ここから降りてさらに右か。でこれで、そうすると2つ来るんだよね。2つ来るので、あ、そっか、そっかそっかそっか、待って待って待って、行って GO だ。でこいつを起動させてのこうする。これで違ったら私は帰るぞ。どうなんだ、いけた、いけたぜブラザー。リドラートロフィーを入手。畜生、二度とこんなことはやりたくねえが、面白いよねこういうの。ここで進もうか。研究ノートにアクセス中、ユーザー ID スタック最後10月29日。新しい調合の作用は完璧だ。衣服を通り抜けて皮膚と眼球から容易に吸収される。ガスマスクも無駄だ。ほう、とんでもない結果になるぞ。クラウドバーストと組み合わせれば
世界を変えることも可能だ。それに金になる。ドクター・クレインは金儲けに興味ないがな。彼は俺たちの仕事、いや、俺の仕事を無駄にするつもりだ。研究ノートにアクセス中。ユーザー ID、スタック、サイモン、9月3日。最初は、奴が自分の持つ科学知識の価値にやっと気づいたのかと思った。でも違った。奴は骨の髄までスケアクローだよ。うつ病を治す可能性のある科学式を発見しておきながら、それを人々を恐怖に陥れるために使うなんて。わかったよ、ドクター・クレイン。あなたのクラウドバーストをいじり続けよ。同時に、あなたの毒ガスもね。な。研究ノートにアクセス中。なんてこったや。ガスマスクもダメだったらな。やめてくれ。人体実験ではあまり成果を出せていない。宇宙帰りたい。宇宙。クラウドバーストは完璧に作動しているが、ドクター・クレインにはその事実を一応隠している。まず自分で彼の科学式を仕上げなければ。俺今この煙通ったじゃない、これ。そのクラウドバーストってやつなんじゃねえの。最終的に多分バッツがちょっとおかしくなる感じなんじゃないかな、一時的に。研究ノートにアクセス中。ユーザー ID スタック・サイモン。だんだんひどいことになってるぞ。患者ナンバー4、被爆後2週間。調子はどうだい、ダニエル。かわいそうに。ダニエル、お家帰りたいか。ひどいことになってんな。ここは明らかにリドラーが何かやっちゃった感じかだけど、トロフィーに殺されたんだろうな。だから ここら辺から恐怖になってきたわけだ。ちょっと飛ばしていきますよ。恐怖ガスは人体に有害である可能性があります。長時間さらされると心理的外傷を及ぼします。どうだバッド、奴らはますますこいつを上等なものに仕上げているぜ。まずいな、早めになんとかしていかないと。しかしここら辺ガス出てるけど絶対わざとだろう。アルフレッド、スタックとスケアクローが計画しているのはクラウドバーストだ。ではなぜスケアクローはスタックを攻撃していると思われますか。だがスタックが裏切った。装置が欲しかったんだ。そちらからスタックのネットワークにハッキングできるようにする。クラウドバーストのことを調べてくれ。正体を知りたい。了解です。頼むぜアルフィ。コンピューターに接続だ。本当バットスーツ万能だよね。あ、これで先ほどのあれがあったところ通れるのか。これだよね、普通に通れるっぽい。それはいいが、あれ以外に多分用がないかな。早っ、お住まいの身元確認完了って出たな。おっと、だがお前はスケアクローを裏切ったようだな。すまない、悪かった。助けられるのかこれ。ダメだ、お前はまだ反省してない。だが毒ガスがこの感冒の中に流れ始めた時に反省しても手遅れだ。これ時間制限付きか、大丈夫なのか。ガスがどんなものか、誰か助けてくれ。あの射撃手を倒したら敵の注意を引いてしまう。やつは後回しだ。間違いない。我々はクラウドボースの超人、バットマンがボスのところへたどり着くのを阻止する。場所が大変よろしくないな。一体ずつ簡単なやつから始末したいが、多い、数が半端じゃないな。サイレントっていくだん、いけるか。一旦上、また逃げるぜ。こいつはやべえな、数が数だからな、なかなかいけないぞ。クラウドバーストは間もなく完全に充電される。それまでは
孤立したやつを一体ずつやっていくしかないな、これは。サイレント的な、いけるか。向こう側にもいるかな。明日の方だな、一体。こいつをサイレントテイクダウンしたい。サイレントテイクダウン。バレてないよな。バレてないはず。やべ、片方バレた。片方にバレたのは間違いない。もうバレていないはず。バレてら、バレてら。よっ、ちょこっとぐらいね、ちょこっとぐらいバレても大丈夫さ。ぶら下がる。俺がクラウドバーストで何をしでかすか。ダメだ、誰も通ってくんない。お前は安全だ。それより万が一バーテッドテイクダウン失敗したらどうなるかを心配する。あの向こうのやつに明らかにバレそうだけどバレないっていうのがすごいよね。あ、バレた。よかった、ちゃんとバレるや。なんか別のところでホッとしたわ。全然サイレントではないテイクダウンをやっていこうか。なぜかテイクダウンで言った出た。あ、ごめんよ。よし、じゃあマルチテイクダウン。スモークペレットだ。いけるぜ。あ、よっと。全員報告せよ。過去借り。およっと。グラウンドテイクダウン。そのヘッドバットは必要だったのか、バツ。おっと。どのことだぜ。どうするんだい。サイレントテイクダウン。間に合うのかい。残り1体か。3体いるな。フィアーはまだいけないか。チンパンジーだと。片方だったらいけると思うんだが。ワンテージポイントに地雷を設置。ああ、これか。まいったな、この地雷解除できないのかな。あ、よっと。落ち着くんだ、博士。間に合うか。まあ間に合った、過去借り。早く逃げるんだ、バッツ。サイレントでもね、サイレントでもステルスでもない感じだけど、倒せてるのは間違いないんだ。大丈夫だろう。あとあの雑魚的一体を始末した後、でかい方なんとかしていこうか。あ、やべ、ちょっと近いな。あ、ごめん、今向こう側まで行った感じ。あいつは一体誰に知らせているんだろうか。もう誰もいないのに。誰かいる、マスカ。いないよね。クラウドバーストは、あとはあいつだけだ。あいつだけなんとかしないと。あ、よっと。これでも食らうがいい。やばい。おっと。よっと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 。次は避けるぜ。避けるぜ。はい、おつき。オッケー。大丈夫だったっぽいぞ。サイモン作と話す。あ、ボロボロだな。だがもう一度チャンスをやろう、スタック。俺は分かったよ。スケアクローが俺のところへ来たんだ。クラウドバーストのことで力を貸せと。ちょっとマントがプルプル増えてましたね、バッツの。ああ、しまった、ガスがね。やめろ、やめてくれ、
そいつら俺に近づけるな。でもそんな短時間でおかしくなるの？クラウドバーストとは何だ？教えろスタック。なんだ？やつは体中に顔中を這いずり回ってる。ああ、虫とかが這いずり回ってるっていう幻覚を見てるのかな。このまま悪夢を見てるの。一回気絶させたのか。あのまま放っておくとやばいからな。了解した。でどうすんだ、出せないのか。バッツ一瞬 A って出たけど、登るか。登られても困るが、進もうか。さあいよいよだ。俺たちが待ち望んでいた時が来たぞ。スキャクローはすぐそこにいる。奴を止めてオラクルを助けるか、それとも女が死ぬのをただ眺めている間にあのガスをもう一度かましてやろうか。さてさてどうする。スキャクローがたくさんいる。スキャクローの服を着たやつってことじゃない。急げ急げ。本物のスキャクローはどれだのじ。残念でした、バッタ君。どっちでも多分ハズレだったんだろうな。ということで幻覚を見せられるパターンだな、これ。大体1回から2回前後は×幻覚見せられてるかな、各ゲームで。すぐに死にはしない。おめえかっこよくなったよな、スキャクロー。悪役っぽいわ。最大の恐怖の中で溺れるんだ。そこで何が見える？恐怖に覆われた街か。後ろのジョーカーさんが喜んでるよね。何よりです。暗い秘密を暴かれる様子か。お前の心が引き裂かれるのは人々は見届ける。お前の顔からその仮面を引き剥がせば全世界がお前の目に宿る恐怖を見る。そして彼らは理解する。救世主などいないとな。望みは絶たれる。バットマンはいない。もう手遅れかもしれない。ほう、ジョーが大量にいるな。俺を見てみろ、すごいだろ。それにこの体、思った以上の強さだ。バットマンがジョーカー化してる。お前の勝ちだ。次はお前か。起こす。バットマンっぽくないな。一発もらった。まあまあ話し方がジョーカーになってるしね。残虐だな。ほう。スキャクローはやはり戦えないのか、ちゃんとは。両親を殺したゴロツキと同じ組織だ。なんとかするんだ。やつを止めろ、やつを止めろ。よし。これ目の前にいるのバーバルじゃないのか。大丈夫だったか。何か違うな。お前は変わった。ほう。まだ完成したとはとても言えないな。だが見たところいい感じだ。罠にかかった。もう逃げ場はないぞ。誰が逃げるなどと言った。なんて答え。何それ。あ、アーカムナイトさんチーズ。わほう。つらいな、バッツ。いつものことだけどつらいな。ちょ待って、すぐ出るから電話。ちょっと待ってね。
これで落ちないあたり、この飛行船よくできてるよな。ご主人様、スクエアハリウッド映画だったら3回分ぐらい落ちる感じだよね。3回ぐらい。バーバラさん、今回は背伸びしすぎたな、バットマン。お前の破滅も終焉を迎える。息を引き取る直前に彼女は知ることになるんだ。自分を見捨てたのはまさにお前だということをな。ほう、アルフレッド、オラクルが中華街のアジトに連れて行かれた。そこへ向かう。お急ぎください。彼女に何をするか。そうだな、早めにバーバラさんを助けに行かないと。ってことで、今回は一旦ここで切らせていただきたいと思います。次回もバーバラさんを助けに向かうぜ。というか、これ嫌な予感しかしねえんだがな。ちなみにクリアパーセンテージ的には 46%。 まだ残念ながら他のやつらをアンロックしていないですね。拡張の方が確か60数パーセントでしたか。これをプレイするのには 60%、 もうちょっとかかりますね。 60% につき次第最初拡張ミッションの方をやっていきたいと思います。では今回はここまで。また次回でお会いしましょう。ホビードワーでした。